小高駅は福島県南相馬市小高区東町一丁目にある東日本旅客鉄道常磐線の駅である。原の町駅管理の無人駅で相対式ホーム2面2線の地上駅である。上下線の間にはホームのない抽選がある。ホームと駅舎は古戦橋で連絡している。ホーム上に待合室がある。 東日本大震災により営業休止となるまでは、緑の窓口に丸スタンマズが設置されていたが、営業再開後は、緑の窓口は設置されず、自動券売機のみとなっていた。無人化により撤去され、乗車駅証明書発行機と多目的モニターが設置されている。無人化後、駅事務室だった部分は、JR 東日本スタートアップ株式会社が、 wifi やコンセントを備えたフリースペースとして開放しており、開放される時間帯は管理者が常駐するほか、朝夕の通学ラッシュ時には不定期に JR 社員による特別改札が実施されている。なお、事務室内には異常時に用いる連動板などの信号設備が設置されているほか、標語や予定表なども友人駅だった頃のまま残されている。 常磐線仙台エリアにおけるスイカ利用区域の南端であり、当駅より岩木方面へ、スイカによる利用はできない。南相馬市小高区の中心駅であり、東日本大震災以前には一部の特急列車も停車していたが2020年3月の常磐線、全線開通時以降、当駅への特急停車はなくなった。2016年7月12日の 営業再開当初は、下り本線の上に仮設の足場を設置して一番線ホームを拡張し、抽選を相馬方面への折り返しに用いていたが、2017年4月1日の浪江方面への再開に際して、仮設の足場は撤去され、上下線ともに本来のホームに停車するようになった。日暮里方ホーム端付近に乗り越し分岐並びに、 保線用機械車両の留置線が存在する。JR 東日本によると、2000年度から2018年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。旧小高町の中心部で駅前に商店がある。周辺は大きな住宅地である。当駅周辺は福島第一原子力発電所事故に関連する避難区域であったが、 2016年7月12日に解除された注釈出典報道発表資料新聞記事ありがとうございます。